はい、はじめまして。工学館世界史科の向井健です。私は現在、泉ヶ丘校の方で授業を担当しております。私自身、親しみやすい性格ということから、生徒さんからは健くんと呼ばれております。また、生徒さんの中には僕のことをイケメン講師と呼んでくれる子もいます。ぜひ皆さん会いに来てくださいね。はい、では、本日皆さんにお伝えしていくのが3月の学習指示についてです。ではなぜ3月の学習指示なのかというと、この3月に勉強するのかしないかによって大きく大学の合否が関わってきます。ですので、そのような大切な3月の学習指示について皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、ではお次は3月中の学習範囲についての説明です。3月中に実施してもらう学習の範囲は大きく分けて7つです。その7つの範囲がこちらの通りです。まず初めに学習してもらうのがこちらの古代史からです。古代史では先史時代、オリエント史、古代ギリシア史、ローマ共和制、ローマ帝政、インダス文明、そしてインドの統一王朝の7つの範囲について学習してもらいます。そしてお次に実施してもらうのが中国史です。中国史では黄河文明から元の滅亡までの内容を学習してもらいます。そしてイスラーム史、朝鮮史、英史、朝鮮から李氏朝鮮までについての範囲です。そして中央アジア史、そして東南アジア史、古代アメリカ史の7つについて3月中に、はい、学習してもらう予定です。そして特にこの中で学習をしてほしいのがこちらの2つの範囲で、1つ目が古代史、そしてもう1つが中国史について勉強してもらいます。なぜこの2つの範囲を重点的に勉強するのかというと、理由は大学入試では品質の内容となっております。古代史のところでは基本的にヨーロッパの古代の話を触れ、そしてそのまま中世のヨーロッパの内容を学習していく際に背景知識として必要なので学習しておいてください。そしてもう一つの中国史では、基本的に官官同立クラスの大学では品質の内容となっております。ですので官官同立の大学を受験する生徒さんの中でこちらの中国史が苦手となれば、かなり得点源の方は低くなってしまいますので重点的に勉強してください。そして残りのイスラーム史、また朝鮮史、そして中央アジア史、東南アジア史、古代アメリカ史ももちろん品質の内容となっております。ですが朝鮮史であったり中央アジア史、そして東南アジア史というものは基本的に中国の歴史が分かっている上で学習してもらう範囲となっております。入試の出題形式では中国の歴史を軸に、その時代朝鮮または中央アジア、そして東南アジアの方ではどのような時代になるのかっていう同時代の内容が聞かれることが多いので、まずは中国史の方から完璧にするように、はい、学習していってください。はい、ではお次は復習の仕方についての説明です。先ほど説明した7つの学習範囲の詳しい復習の仕方について説明していきます。範囲は違えど復習の方法は同じですので、統一して復習してください。でそのような復習の方法で、意識してほしいのがこちらで、全体像から細かい内容の流れを意識して復習していってください。全体像では基本的にその時代の歴史の流れが挙げられ、細かい内容のところでは王朝、そして人物名、そして出来事などが細かい内容として挙げられます。なぜこのような順番で復習をしてもらうのかというと、段階を追って内容を整理してもらうというのが目的です。暗記科目が苦手な生徒の中で典型的な例として挙げられるのが、全ての情報を暗記しようとしてしまうのが世界史であったり暗記科目の苦手な子の典型例となっております。莫大な情報を一気に吸収してしまうと、情報量が多すぎて整理できずに頭がパンクしてしまうケースがありますので、それを防ぐために
だんだん細かい内容を吸収していくというのを意識して復習していってください。でそのような全体の復習の仕方をざっとこちらの図で表しておりますので、こちらの説明から次は行っていきます。まず復習の際に全体の歴史の流れを確認していってください。なぜその出来事が起きたのかという根拠が理解できればこちらの内容は十分です。そのようにして歴史の流れが確認できた場合は、次その各時代の王朝人物だけを暗記していってください。そちらがある程度できた方は、次人物そして出来事をセットで覚えていってください。特にこのような復習の中で気をつけてほしいのが、王朝人物そして人物と出来事をセットで覚えるというのを意識して復習していってください。なぜそのようなところを意識するのかというと、大学の入試で特に聞かれるのが、その王朝人物出来事をセットで区別して復習できているのかを暗記できているのかっていうのが入試の方で問われてきますので、日頃からこちらの方を意識して復習するようにしていてください。はい、ではこれで3月の学習指示の説明は以上です。限られた時間でしたので全ての内容をお伝えすることはできません。ですのでさらに詳しい内容または語学科の授業に興味を持った方は、下の概要欄にリンクがありますので語学科の体験授業を受けに来てください。